トラベラーチャンネル。皆さんこんにちは。いつもトラベラーチャンネルご視聴ありがとうございます。今回はですね、今沖縄に行くべき理由というテーマでお届けしていきたいと思います。海外旅行に行きたいけれども、まだ海外はちょっと不安だなという方にぜひお送りしたい動画になっております。お伝えしますのは旅行会社 GST パッケージツアー担当小田です。よろしくお願いします。今回お話しする内容がこちらですね、目次ということで、海外気分、癒されるホテル豊富、沖縄料理、最後にまとめという順番でお話ししていきます。ぜひ最後までご覧いただきまして、ご覧いただいた後にですね、沖縄に行きたいなというふうに思っていただけるよう頑張って、お伝えしていきます。ぜひ最後までご覧ください。それではですね、まず1番、海外の雰囲気が味わえるということで、こちらですね、英語表記のお店がたくさんあるんですね。やはり沖縄は、米軍基地もあるということもありまして、米軍基地、嘉手納基地の付近にはですね、英語表記のお店と、メニューもですね、英語表記のお店というのもあります。また嘉手納基地付近にですね、アメリカンビレッジという商業施設もありまして、そこの商業施設入るとですね、まるでアメリカに来たような雰囲気を味わうことができます。とですね、グルメ、2番目のグルメというとこですが、こちらはですね、やはりアメリカの影響もあるということもありまして、大きなハンバーガー、あと大きなステーキ、この2つはですね、沖縄に行かれたらぜひ召し上がってください。やはりボリュームがすごいんですよね。で、ボリュームがすごいっていうのは、まあ、海外に行くと感じるところの一つだと思うんですが、ハンバーガーにして、ハンバーガーしかり、ステーキしかり、本当にボリュームは海外並みのボリュームになります。そして、フライトが豊富ということで、我々 GST 旅行会社がある GST は愛知県なんで、今回は、まあ、愛知県から沖縄に行く場合のフライトというのをお伝えしたいと思います。まず愛知県セントレアからですね、沖縄までは、所要時間2時間半弱で沖縄に行くことができます。またフライトが豊富ということで、1日ですね、約20便、1日あたり20便運航しております。運航している航空会社は6社、全日空と JAL グループの日本トランスオーシャン、あとスカイマークと LCC のジェットスター、ピーチ、ソラシドエアなどが運航しておりますということもありまして、非常にですね、手軽に行けるというのが沖縄です。そして海外旅行の雰囲気イコール、やはり飛行機に乗るだけでテンションが上がりますよね。飛行機1日あたり20便弱運航しているということで、その海外旅行気分というのが、選択肢がやはりたくさんある分ですね、気軽に行けるというのが沖縄の特徴の一つになります。そして続きまして、癒されるということで、今までですね、まあ、なかなか旅行に行きにくい雰囲気が続いていたんですが、ここに来まして、やはりコロナの感染状況も落ち着いてきたということもあり、やはり癒されたいという方が非常に増えてます。そこで沖縄に行ったらですね、こんな感じで癒されますよというのをご紹介したいと思います。まず景色ですね。もう世界有数の透明度を誇る綺麗な海、あと山、もうこの景色を見てるだけで癒されます。そして、続きましてアクティビティですね。もうアクティビティ、まあ、シュノーケリングはもちろんなんですが、パラセーリング、バナナボートなどですね、爽快なものもあれば、
青の洞窟、まあ、イタリアにもある青の洞窟、それが沖縄にもあるんですね。青の洞窟ダイビングをしたりとかですね、そういった形で、まあ、アクティビティに癒される。そしてドライブ、私一押しです。ドライブ、沖縄本島自体がですね、北から南まで約120キロ弱なんですが、そこをですね、綺麗な海を見ながらドライブ、もうこれだけでとても癒されます。ただ今はですね、レンタカーの台数が非常に少ないもんですから、早め早めにご予約されることをお勧めします。続きましてグルメですね、グルメ、まあ、沖縄といえば先ほどご案内しましたハンバーガー、ステーキはもちろんなんですが、綺麗な景色を見ながら食事ができるカフェとかですね、あとは沖縄ならではの音楽を聴きながら食事ができるお店とかですね、あとはかき氷などなど、まあ、グルメに癒される、フレンドリーな人に癒されるということで、沖縄はですね、本当にフレンドリーの方が多いです。もうまるで友達かのように接してくれますので、あ、沖縄ってすごくいいところなんだなというふうに感じられると思います。続きまして3番ですね、宿泊施設の選択肢が豊富というのも沖縄の特徴になります。沖縄の宿泊施設がですね、約3500前後ありまして、その中でも、まあ、場所でまず選ぶ方法、まあ、那覇市内なのか、もしくはリゾートエリアなのかということで、沖縄本島に関してはですね、西側にリゾートエリアが集中しております。で、この那覇市内、どちらかというと、まあ、お買い物中心の滞在になります。このリゾートエリアの滞在というのは、のんびりとマリンスポーツを楽しんだりといった過ごし方になりますので、旅の前半はリゾートエリアに宿泊されて、旅の後半は那覇市内で宿泊をしてショッピングをして帰ってくるというのもいいんではないでしょうか。そしてですね、ホテル、コンドミニアムということで、ホテルは皆さんご存知のホテル、リゾートホテルなんですが、このコンドミニアムというのが、キッチン付きのマンション形式のリゾートホテルになりますので、特に小さなお子様連れの場合はですね、こちらのキッチン付きのコンドミニアムがおすすめです。毎回外食をしていると、小さなお子様がいたりするとですね、ちょっとぐずったりしてしまう場合もあると思いますので、たまにはですね、まあ、お部屋でゆっくりとキッチンなどを利用してですね、沖縄のスーパーで買ってきたものを、まあ、軽く綺麗な景色を見ながら食事をするというのがおすすめです。もちろんおすすめはオーシャンビューです。沖縄にいたらおすすめのホテル、景色はオーシャンビューがおすすめです。そして、こだわりでチョイスということで、例えば、まあ、スパ、エステが充実したホテルでのんびり癒されるとかですね、あと子連れの場合は子供に優しいリゾートを選ぶとか、あとマリンスポーツが充実したリゾートを選ぶとかですね、そういった形でいろいろな目的に合わせて選択することができるというのが沖縄の宿泊施設の特徴になります。そして4番ですね、沖縄料理ということで、せっかく沖縄に行かれたらですね、ぜひこちらの5点召し上がってください。まずは沖縄といえば沖縄そばですね、こちらお店によってですね、味が微妙に違ってきますので、沖縄そば巡りをするのもいいんじゃないでしょうか。またアグー豚、
沖縄のブランドですね、ブランド豚、通称幻の豚とも呼ばれておりますが、このアグー豚、あとゴーヤーチャンプルですね、ゴーヤーチャンプル、ライス、トロピカルフルーツということで、まあ、パイナップル、マンゴー、ドラゴンフルーツなどなどですね、沖縄ならではのフルーツを召し上がって、癒されてみてはいかがでしょうか。ということで、最後のまとめになります。今沖縄に行くべき理由ということで、お伝えしてきましたが、沖縄何が一番いいのかと言いますと、何と言っても癒されるというのが一番です。そして非常にお手軽に沖縄に行くことができるということで、飛行機に乗って約2時間半で沖縄に行くことができ、また海外の雰囲気を味わうことができるということで、海外旅行に行きたいけどまだちょっとハードルが難しいという方にはですね、ぜひ沖縄に行っていただいて、海外の雰囲気を味わって手軽に沖縄旅行、また、冬には沖縄でプロ野球のキャンプが行われたりとかですね、年中ゴルフで楽しむこともできます。ということで、今回の動画が少しでも役に立ったよという方は、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。